写真拡大。ロッテ涌井秀章投手33が金銭トレードで楽天に移籍することが19日明らかになった。両球団で合意に達し、午後にも発表される。若手投手陣が台頭してきたロッテと、実績のあるベテランの補強を目指す楽天の思惑が一致したものだ。涌井は最多勝を3度獲得、通算133勝をしており、年俸は今季推定で2億円。今季3勝に終わった沢村賞右腕が森の都で復活を目指す。